皆さんこんばんは、スルメです。今日はですね、こちら新潟県のね、佐渡にこれから旅行に行きたいと思います。はい、今ねフェリーにね乗ってるんですけど、ウミネコたちがねなんかいっぱい、なんかすごい整列しててね、今泣いてるんですけど、ちょっとね今いい感じですね。これから楽しみですね。はい、ということでですね、佐渡に着きまして、今日泊まるね旅館に来ました。はい、あの友達と来たので女子2人なんですけど、なんと部屋数がねめちゃくちゃ多くって、もう一個の部屋がですねこんな感じですね。すごく広い、窓が2つあってね、めちゃくちゃ景色も良かったんですよ。窓からですね見える景色がじゃじゃーん、こんな感じでね佐渡の海をね一望できるっていうね、めちゃくちゃいい感じのねお部屋でした。はい、今ちょっとね暗くなってきちゃったんで微妙なんですけど、朝とか絶対綺麗だと思うので、もうめっちゃ楽しみですね。でね、もう一個ねちょっと謎の部屋があって、はい、それでですね一番びっくりしたのがお風呂なんですけど、じゃじゃーん、こんな感じでねヒノキのお風呂がありました。しかもね窓がついてるので海を見ながらお風呂に入れるっていう、こんないいお風呂あると思ってなかったんでねびっくりです。普通にねあの別で温泉もあるので、お部屋のお風呂は期待してなかったんでね、めちゃくちゃびっくりしました。はい、今ね部屋にね置いてあったこの南蛮エビせんべい、これ食べたんですけど、エビせんの中で一番美味しい。南蛮かって聞かれたら南蛮エビだけに。はい、今ねお食事が運ばれてきたんですけども、部屋でね食べる感じなんですけど、めちゃくちゃ豪華でした。佐渡牛のねローストビーフと、あと佐渡産のねブリとかエビとか、めちゃくちゃね入っててすごい豪華で、すっごい楽しみです。追加でね注文したサザエの唐揚げが心のサザエ、こちらがねお刺身4点盛りなんですけど、佐渡はねお魚がすっごい美味しいってことなので、めちゃくちゃね期待してるんですけど、ブリなんて食べるのいつぶり、早く食べたい。エビも大きくてびっくり、私の刺身は誰にも触らせない。ご飯がね炊けました、パカーン、イカスミご飯、イカスミため。はい、ここがねあの新潟のてか佐渡のラピュタと言われているところみたいなんですけど、夜なのでねライトアップされてて、すっごい綺麗、エレクトリカルパレードみたいですね、めちゃくちゃ映え。はい、朝になりました。景色もねいい感じで、朝はね朝食バイキングだったんですけど、全部美味しくて、しかもねイカ刺しがね食べ放題だったんですよ。なので3回ぐらいおかわりしました。はい、ではね朝のねこのね北沢冬なんとかかんとかにね、はい来ました。なんか本当にねラピュタみたいで映えですね。金箔入りアイスコーヒーです。めっちゃ綺麗、映えですね。うん、味は普通。はい、こちらがね古い街並みが堪能できる宿ネギです。おしゃれなねカフェがあったのでちょっと小休憩します。はい、ではね帰りまーす。